どうも、小田です。私はですね、今アメリカのニューヨークジョン・F・ケネディ国際空港に来ております。ということで、前回の動画でもお伝えしたと思いますけれども、私まだね、ニューヨーク今回ちょっと旅行するのではなくて、またここからね、ちょっとね、飛行機が安かったということですね、プエルトリコに、はい、ちょっと今回行ってこようかなというふうに思っております。というので、プエルトリコに関してはですね、国ではなくですね、実はアメリカの自治領ということで、カリブ海の島ではあるんですけれども、国ではないみたいです。ということで、果たしてね、どんなところか、やっぱり野球で有名ですよね、そういった情報しかないんですけれども、今回はね、航空券ですね、2万円ぐらいで売ってましたので、もうそれで思い切って行ってみようかなというふうに思っております。というので、ここがもうターミナルなのかな、すごく、ここは到着ですね。ということで、ANA も使っている今、第7ターミナルでございますけれども、フライトが11時ちょっと過ぎという感じなんですけど、今はだいたい3時間前という感じなので、時間はかなりあります。では、ここからもうチェックインとかもしたいんですけれども、ちょっと探してみましょう。ここはとにかくアライバルだ。あとトイレもちょっと行きたいんで、トイレ行ってから探します。上がってきましたけど、えらいシンプルなところですね。アラスカ航空とかいろいろ書いてますけど、今回はフロンティア航空っていうですね、格安航空会社になります。ということで、今まで乗ったことないんで、ちょっと楽しみでありますね。ではちょっと探してみましょう。こっちってやつがこっちかな。11時8分出発で F9 っていう航空コードになるんですね。3545便、サンジュアン、ね、あちらが中心地といいますか、そんなところみたいなんですけども、そちらに向かうですね、プエルトリコのフライトでございます。フロンティア航空のこちらカウンターですね。ユニフォームはもう緑って感じで、今回はね、機内持ち込みの権利もお金出して払ってますし、あと航空券もオンラインチェックイン機能済ましましたんで、ね、おそらくもうこのまま行くと、もう預ける荷物もありませんので、これはちょっと一つまでしかできないんで、一つにまとめて持ち込もうと思いますけれども、はい、それで今回はですね、もう行っちゃおうかと思います。ということで、じゃあ、チェックインカウンター使わず、そのままもう行っちゃいましょう。検査を終えました。もう靴も脱いで、これアメリカ厳しいですね、で結構ニューヨーク寒いですよね。14度か。そっか、寒いわけだな。日中になるとね、もうちょっとね、昨日は暖かかったんですけども、ちょっとやっぱりね、カリブ海ということも、だからセントマーチンとかあそこら辺とも近いんですよね。だからちょっと期待したいですよね、やっぱりね、あったかいっていうところはね、ここから ANA の東京決まるんですね。いや、なんかここを使った記憶ありますね。ということで、今回私はまたちょっと帰りは JAL で帰るんですけども、しあさってですね、あります。ゲート3から出発ということで、もうちょっとその前で待っとこうと思います。お得意のね、プライオリティパスに関してはですね、残念ながらそう、ここは対応してる JFK 自体はね、ちょこちょこね、対応してるとこあるんですけど、ターミナル的にね、こっちは対応してないということなので、もうとにかく使うことが残念ながらできません。カフェとかもありますので、そういったとこでもいいんですけど、景色いいっすね、ここはね。ということで、じゃあとりあえずはゲートの前に行きましょうか。ただ早すぎて別の便ですね、アトランタ行き。はい、ということで、私が乗るやつではなくて、これアトランタ行きなんですけど、フロンティア航空、こんな感じですね。あ、昨日ホームページ見たら、クマが乗ってるな。クマが書かれてるね。こんな。今までね、でも、アメリカでは見たことあった、気になってた航空会社ではあったんで、今回乗れそうで良かったです。今回はニューヨークからプエルトリコ、今日のフライトでサンファン、今回行くところですね。検索したら、さすがに私が乗るやつは出なくなっちゃってますけれども、明日とかでも多分同じような値段であると思います。そうだね、この2万円ぐらいのフライトを今回ゲットして、
まあ荷物預けとか座席して窓側取ったら結果的には3万円弱くらいしたんですけど、まあ、一応片道2万円で行けるということで、下手にあの国内旅行をするよりもアメリカ国内旅行をするよりも安いって感じです、うん、フライト時間は3時間55分でございます。経由便だともっと安いね。お、スピリット航空か、これも気になる。まあいいや、今回ちょっとね時間もないので直行便でと、時間を買ってます。ちょっと、はい、こうやって見て結構移動しますね、うん、なんかあのね勢いで行くところでもないような気がしますけども、もう目の前キューバですし、もうカリブ、がっつりカリブ海ですね、はい、でもう南米がすぐそこということで日本からだいぶ離れることになります。ビューンビューンって感じですね、はい、ということで果たしてどんな感じでしょうか。ここはドミニカ共和国も結構ね安くあったんですけども、まあ、今回はちょっとこのアメリカ領のプエルトリコに行くという感じですね。ああ、横はあれなんだ、イギリス領バージン諸島、あ、アメリカ領もあるんだバージン諸島ってね、よくこうマネーロンダリングとかで聞くようなとこですね、はい、ということで今回こちらに向かいます。ルイス・ムニョスマリン国際空港。ちなみにセントマーチン島はすぐこの横ですね、フライト1時間ぐらいできるようなところがありますね。ここはね来ましたけど、プエルトリコも期待です。ということでサンファン行きになりましたね。よし、じゃああとは帝国通り動いてくるのを願うばかりです。いやそれにしても待つないですけど、めっちゃ眠い。あの日本は23時とかでね、絶賛時差ボケ中ですね。まあでもちょうどいいかもしれない、4時間ぐらいぐらいと寝たらつきそうです、まさか、うん、あんだけ昨日寝たらまだ眠いとはどんだけ寝んだって話ですね。まあ、ちょっと待っときましょう。寝過ごさないようにしとかないと。すごいね、あんなワンちゃんも機内入れるのかな、うん、すごい。はい、ということで知らないうちに今回あのねプエルトリコ行く機体が来ておりましたけれども、おーかっこいいですねこれもね。今度はワシですね、うん、すごい。クマとかワシとか結構あれですね、なんかこう動物をテーマカラーにして意外にないかもしれないですね。もうすごい、ほんとワシだ、うん、ということでこちらで今回行くことになると思います。今乗ってたお客さんが出てきたみたいですね、うん、プエルトリコから来たみたいです。まあ、あのねお兄さん見ればなんとなくプエルトリコから来たのが分かるような気がします、うん、まあもちもち入れるとは思います。もう20分後に出発ですけど、うん、よし、ということで、まあ、あの私はこっちペイドキャリーオンなんですよ、だからこれは持ち込めるはずです。こっちから行ったらいいのかな、うん、よし、じゃあ行きましょう。よし、ということで無事乗れそうな感じです。よかったよかった。で、いやプエルトリコ楽しみですね、うん、mochila debajo de la cinta del frente maletas arribaでも座席はめちゃめちゃ綺麗ですね。すごいオンボロをイメージしましたけど、全然そんなことはなかったです。32です。お、ということでまさかニューヨークで ANA も見るとは、羽田から来たやつですかね、はい、ということで、まさかまさかですけど、今回私は
またちょっと遠くに行きます。日本から32年の方がまさかあれですね、後ろがワンちゃんだ、さっきのすごいね、一席分撮ってる。ちょっと座席はこんな感じです。かわいい、かわいい。さすが、でもやっぱり動物に優しいんですかね。クマとかね、鳥とか書いてある。大人気です。ということで今回はエアバス321ネオということで、アメリカの航空会社なのに意外とこうエアバスとか使ってるんですね。 Good morning everyone. Welcome aboard Frontier Airlines Flight 3545 with service to San Juan. As you're making your way to your seat, we kindly ask that you step up to your row and out of the aisle to allow those customers behind you to reach their own seat. If you are unable or prefer not to perform the exit row responsibilities, please let a flight attendant know and we'll be happy to reseat you. Thanks for your cooperation and welcome aboard. ということで、じゃあ、タック。ということで、行ってまいります。If you are traveling with a large roller bag, please place it in the overhead bin with the wheels or handles facing outward. Keep in mind that overhead bins are shared space, and if your bin directly above your seat is full, you should use the next available space. ということで、もうあれ機内は結構ね、スペイン語を飛び交ってますね。シエさんもスペイン語。Tiene que estar en su asiento, sí, mi amor. Ya va usted mañana y yo la puedo ayudar, está bien?プエルトリコはね、公用語はね、スペイン語と英語みたいですよね。結構ね、まあ、ね、スペイン領だったこともありますんで、うん、まあ、現地ではどっちが使えるかってことですね。まあ、スペイン語は全く分かんないけど、困るんですけど。Flight time once we're airborne is 3 hours 6 minutes. The flight attendants are going to give you a safety briefing. Please give me your undivided attention. It is for your safety. Thanks for flying Frontier Airlines. We'll get that seatbelt sign off as soon as possible. Temperature in San Juan at the moment is 80 degrees. And they're expecting thunderstorms later today. ということで、もうクローズしたみたいですけど、横に人がいない。ファーストクラス。でもここは結構いないですね。だからこそ結構安かったんですね。もうなんか満席の LCC なんでね、満席を確保してましたけど、前はこんな感じです。 Place the mask over your nose and mouth and adjust the fit by pulling on the elastic tabs. Make sure to adjust your mask first before assisting a child or others. Although oxygen is flowing, the plastic bag may not inflateplease let us know if you have questions about the information covered in our safety briefing. Thanks again for choosing Frontier Airlines and enjoy your flight. はい、ということで飛行機が動き始めましたね。まあ12分遅れですけど、まあ誤差の範囲と言っていいでしょう。というので結構遅れるっていうですね、あの搭乗ブログみたいなそんなのがあったんですけども、私の場合幸運にも結構ほぼほぼ帝国通りに来そうです。というので横は三カントリーで。結構アメリカもね、いろんな航空会社ありますよ。あっちは40年の歴史があるって書いてます。今からプエルトリコに行ってまいります。楽しみです。Thank you.
それでも綺麗な、ね、感じで、もうあとはひたすら海を渡っていくって感じですね。いやー、ということで、もう私も一番眠たいんで、もう機内には、はい、体力回復してもしておきましょう。じゃあ、ちょっと出ます。ハイチとかここら辺カリブ海ですね。多分ここら辺で、まあパールーパーと言いますけど、まあ、珍しい動物たちをモチーフにしている航空会社とかですかね。ここら辺はあれですよ、多分絶滅危惧種の動物たちを紹介している、まあ動物たちに優しい航空会社ですね。女性でマイレージプログラムもあるみたいです。まあ私は多分もう貯めることもないんで、もうね、貯めてはおりませんけれども、まあ、大手航空会社と連携してればいいんですけど、そういったのもないようです。ビールが売ってたりですとか、コーラ4ドル600円とか、やっぱ高いね。もう慣れてかなり揺れてます。また引き続き寝ます。ちょっと揺れてみたいな。シートベルト閉めて、あ、眠い。 Please check that your seatbelt is securely fastened and all carry-on items are stowed. Make sure your seat backs and tray tables are in their upright and locked position. ということで、あと少しで到着だと思います。寝ぼけてる。ということで、プエルトリコは見えてきましたね。見えました。おー、すごい。クルーズ船も止まってる。そう、クルーズでも有名なとこなんですよね。すごいね。あそこがあれですね、旧市街ですね。地図で見た通りそのままだ。ということで、まもなくしたらプエルトリコ、まあ、サンファン国際空港、はい、サンファンに到着でございます。
無事着いてくれました。On behalf of Frontier Airlines and your San Juan flight crew, welcome to Brooklyn. Just kidding, guys. Welcome to San Juan. Please remain seated with your seatbelt fastened until we are parked at the gate on this spot's seatbelt sign. Is turned off. Cell phones may not be used. However, laptop, computers, and other large electronics must remain stowed. Once we arrive at the gate, please use caution when opening overhead bins to prevent injury, as items may have chipped during landing.Damas y caballeros, por favor, si están sentados cerca de las ventanas y pueden cerrar las cortinas y abrir las ventanillas del aire acondicionado para mantener el avión fresco para el próximo vuelo, se lo vamos a agradecer. Bueno, 飛行機見るとやっぱりもうアメリカ系の航空会社しかないような感じですね。いや、やっぱりアメリカの実情っていうのはなんとなくわかりますね。そして空港が思った以上に綺麗で大きいですね。よし、というわけでお疲れさんです。めっちゃ寝れていいフライトでした。Thank you. おお、すごい。よくよく考えてるとアジア人が私しかいないですね。ということでお疲れ様でした。良かったですよ、フロンティア航空。うん、まあ、ね、遅れればまた飲食買ってきますけど、私、まあ、1回しか乗ってないですけど、ね、CA さんもすごい親切、良かったです。ということで次はマイアミに行くみたいですね。ニューヨークに行かないんだね。でもいろいろ広告とか見る限り本当になんかアメリカですね。まあ、到着も、あ、でも南米がボゴタとか南米からも来てるところありますね。基本アメリカかな。ということで、なんか思った以上に全然というかニューヨークの空港よりジョン・ F ・ケネディより綺麗なんですけども、うん、すごいね、うん、なんか想像してたところ違うな。セントマーチン島の空港とは全然違う。ということで、うどんもね、なんかすごいおしゃれに売ってますし、ここのお土産はプエルトリコっぽくていいです、いいですね。というのでこれがね国旗、まあ、国ではないんで国旗とは言わないとは思いますけど、言わないのかな。これなんですよね。まあ、よく野球とかで見ますよね。はい、ということでスタバもありますし、全然あれだな、うん、アメリカだな。ドミノピザまである。美味しそうやね。
pare. Siga hasta adelante. でもすごい外に出てきましたけど、なんかハワイに来た感じですね。あったかい、明らかにね、あったかいいいですね、まあ、ちょっとあいにくね天気はねそこまで今は良くないんですけども、もう本当にホノルル空港来た時のような感じ、湿度も高くてね、うん、あでも来てよかったです、うん、まあ、ニューヨークはもうなんだかんだ言ってもね冬が来そうなみたいな、若干そんな雰囲気はありましたけど、こっちは全然全然って感じです。いやというかホノルル空港に似てるね雰囲気やね。この感じとか。ということで、まあ、今回ねプエルトリコ、まあ、2泊3日でですね滞在予定でございまして、とりあえずホテルもね朝予約したんで、とりあえずはまずホテルを目指そうかと思います。ではどうやって行こうかな。できればバスで行きたいんだけど。あるかな、ライドシェアってウーバーも使えるのかな。ウーバーも使えますね。ウーバー X なら18ドルとか、まあまあアメリカに比べたらだいぶ安いんじゃないかな。なんか45分ぐらいかかるみたいなんで、うん、ということであそこでウーバー行けるみたいですね。市バスだとねなんか乗り換えがね2回ぐらいあるみたいなんで、もうちょっとはもう今回ウーバー頼りにします。それで言い忘れ、大事なこと言い忘れましたけど、アーハモがねこのプエルトリコでも使うことができますということで、アーハモもねすげえなって感じなんですけど、とりあえずもうウーバーマッチングしたんで、はい、ちょっと待っときましょう。ここででもここでもトヨタ、レクサス、日産、マツダとかね、おおすごいね、日本の車勢が揃ってます。おあっちは三菱、はい、サシ、いや、よし、Thank you。 いや、30度か、24日15度上がりましたね。島によっては独立してますし、ね、キューバみたいな社会主義の国もありますし、かといってアメリカの、ね、実情もあれば、本当に すごい、あとセントマーチもフランス領、オランダ領ですし、全然なんか事情が違いますね、島によって。だいたい20分ぐらいで、私は旧市街に今回撮ったんですけど、ホテルを着くみたいですね。もうあと13分だ。空港からその旧市街までは15キロとか20キロとか、20キロぐらいですか、15キロぐらいですね。
Yeah, yeah. Tomorrow is good. Hmm. Tomorrow is a good day. Okay, I hope so. Yeah. すごい天気の日に来ちゃった。なんかだから航空見やすかったのかな。急にこんな降るか。まあこんな時はあれでしょう。ここが旧市街ですね。カサブランカ。カサブランカホテル。あ、オッケー。これか。Thank you。Thank you, gracias. Thank you. Yep. ということで来ました。こちらがホテルになります。じゃあちょっと行かせてもらいましょう。よし。あ、ハロー。あ。Check in, please, if possible. My name's Mary. Not all of the rooms are ready. Ah, okay. What's the name on your reservation? Ah, Onoda, O-N-O-D-A. よし、無事ついてくれた。で、ちょっとチェックインがね、4時からでね、そう、ちょっと待ってということだったんで、ああ、ちょっと水いただく。飛行機は全然飲んでなかった。いや、すごい雨でしたね、本当に。車もよくあれで動きますね。無事来てくれてよかった。ホテルはこんな感じ。おしゃれでめちゃめちゃ。このカサブランカホテルってとこですね。まあ、今回はあの場所重視で選びました。でもなんか思った以上にコスパ良さそうですね。アメリカに比べると。アメリカ本土は激悪ですからね。コーヒー、コーヒーも有名ですよね。こあのフエルトリコって、ちょっとな、本格的なコーヒー飲みたいですね、うん、でも会話を聞いてみると公用語は英語があるといっても、現地の人はラジオとかも全部はスペイン語ですね、うん。Okay. And our cafe is open from 8 a.m. to 1 p.m. I see. Okay. We have vending machines, ice machines, and water and drinks available at the front desk if you'd like to grab anything. Okay. Okay. よし、ということで、ね、チェックインできました。ちょっとトラブルがありまして。予約がね、なんかね、私一人なのになんか2部屋予約してたみたいで、昨日確かにね、あの決済するときエラーが出たんですよね。そうなので、もう一回予約したっていう感じなんですけども、そうなんか予約できてたみたいで困りますね、うん、ということで、ちょっとこれはまたちょっと面倒くさいことありましたけど、とりあえずはまあ部屋に行こうかと思います。これが部屋の鍵。4階か。
がね、大体1泊2万円ぐらいでしたね。まあ部屋見てなんとかって感じですけども、うん、でもまあアメリカより比べるとすごく期待はできそうな感じがしますね。アメリカ本土に比べると。私は 4AN ってところですね。ここか、4A ホテルは違う、こっちなの。あ、こっちか。おお、ということで、すごい綺麗ですね。ベッドがこうね、あのこう盛り上がってる感じがしますけども、まあ細かいことは気にしない。ということで、よし、このようなお部屋となっております。まあもう一人では泊まるには十分すぎて、おすごい、なんかあのね。絵も飾られてたか、すごいおしゃれなブティックホテル的な感じでしょうか。こんな感じのお部屋になっております。はい、お、すごい、なんかでもなんかここら辺見るとやっぱりね、あのなんかこうセントマーチンとかそこら辺を思い出しますね、うん、キューバとか。なんといってもバルコニーがあるお部屋ということなんですけど、今もちょっとね、雨が降っておりますけれども、うん、こんな感じでプエルトリコの街並みを、旧市街の街並みを、ね、見渡すことができる。そしてあれだね、 こっちは横の別の部屋なんですけど、なんか行けないこともないのがちょっとあれですね。ね、これだけ唯一花瓶だけで、ね、大きい花瓶があるという感じで、あ、でもいいですね。これ晴れてくれればもうさらに最高です。ということでね、あのちょっとまあとりあえずちょっとこれガムが気になりますけど、まあいいや。うん、はい、こんな感じになっておりまして、洗面台。歯ブラシはないですね。ボディーローションあるけど、すごい。ということで、あの、まあ、ホテル自体はね、あのヒルトンとかいろいろあるんですけれども、やっぱりまあ大型ホテルになるとね、ちょっと場所がちょっと離れたところとかなるんで、私はいつも初めて来る国とかはもう中心地に取るのが一番まあ、ね、あのまあいいだろうということで、まあ、こんな感じで、まあ、ローカルのところを選ぶことが多いんですけど、今回もちょっとそのパターンでやってみました。とりあえずはね、ちょっと休憩して、まあ、あのホテル会社にも電話してみて、まあ、ちょっとお腹も空いたんで、あのね、ご飯も食べに行きたいなっていうふうに思ってます。朝ごはんから何も食べてない、うん、もう午後4時なのに。いや、もうめちゃめちゃお腹減りましたよ。もう本当にお腹と背中がくっつきそうな勢いです。はい、ということで、あのね、ちょっと休憩してから行きましょう。なんかベッドでもあ、なんか上がってますよね、こうやって。まあまあ大丈夫かな、これぐらいなら頭に血が登ることはないかな。とりあえずね、あのホテルはね、おそらくね、昨日やっぱりアゴダで予約したんですけど、1回目それがねエラー出たんでね、booking.com で予約したんですけど、多分アゴダの方がキャンセル請求されませんって、ね、あのメールが来てるんで、あのおそらく大丈夫かと思います。これでもうちょっとクレジットカード請求来てたらね、怒ろうかと思いますけど、あの大丈夫と思います。ということで、ちょっとし、でもやっぱり嫌だね、こういったのね。なんか絶対請求来てそうだよね。あのキャンね、なんだかんだ言ってね、それは怖い。まあそれは置いといて、もうね、あのお腹も減ったので、とりあえずはもうここの部屋にいたら居心地良すぎて、もうあっという間に真っ暗になってしまいそうなんで、今も雨も止んでるみたいですし、ちょっとあの街に繰り出そうかなというふうに思います。じゃあコスタリカの市内をちょっと見てみましょう。おう、でもこのエレベーターの特有のね、
星がついてるやつとかも完全アメリカですよ、ね、これアメリカ以外もアメリカ以外は多分使ってないと思うんですよ、ね、いやでもホテルかっこいいですね。旧市街にバーガーキングもありますね。あでもやっぱ英語もローカルな人が話してる時もありますね、うん、ちょっと歩いてるんですけど人が全然いないな。雨のせいかな。ちょっと今海の方に向かってます。はい、ということでね、ちょっとね、そう、海に行くと言ったんですけど、ここがね、すごい有名なレストランらしくて、プエルトリコ料理がいただける。それでね、なかなかここ、パッと見、なんかレストランなのかなみたいな、なんか扉も閉まってますし、なんかそんな感じで思っちゃうんですけど、中見るとね、すごい人いるんですよね。ということで、ちょっと行ってみましょうか。多分ね、今、5時とかなんでまだ多分行けると思いますけども、夜になると多分入れないと思います。Yeah, it's just fun. Sit on the table right beside the... It's okay. Share, okay. So, Uman? Okay, over there. Okay, thank you. この雰囲気は間違いないです。I want to eat a Puerto Rico local menu. So, and meat? Meat, I have a cube steak. This plate is local. Ah, okay. This one, please. Okay, what's this? This pork ribs, yellow rice with plantains and pork tamale. Ah, okay. This one, please. That one? Yeah, yes. And, mofongo. What, mofongo? Yes. That's all. Thank you. If you need anything else, just let me know. Okay, thank you so much. Yeah. ということで、注文してみました。あと、コーラ。あのね、こっちはやっぱりキューバと一緒でラム酒とかね、そういったのがね、人気みたいなんですけど、ちょっと私あれなんで、もういつも変わらず、これはちょっとアメリカと一緒で、コーラで乾杯させてください。あ、そう。それでね、ちょっと言い忘れてたんですけど、まあ、もちろん入国審査とかもなかったですね。もうアメリカ国内と一緒な感じ。だからもうアメリカの人はもうパスポートもいらないみたいです。すごいこんな遠い国なので。で、ね、現地通貨はドル。だからもうほとんどアメリカですよ。不思議な感じですけど。キューバだとそれなりに近いですか。よくまあここまで来たなって感じですよ、ね。よし、じゃあちょっと待ってみましょう。多分結構時間かかると思う。ほとんどの人がまだメニュー来てない。楽しみ。すごい。ということでめっちゃボリュームあるな。意外に早く来た。はい、ということでお兄さんおすすめの、ね、プレート、お肉と、これをよく見るとバナナっぽいけども、これも、うん、そう、これがバナナっぽいですね。これがね、それでね、追加で頼んだらモポンゴっていうね、カリブ海でよく食べる、なんか私もどっかパナマとか食べたことあるかな、うん、調理用バナナで作ったなんかこうね、なんかご飯みたいな感じみたいです。
というわけで、まあ、ちょっといただいてみましょう。めちゃめちゃ美味しそう。これは何だろう。いやどれから食べるかな。ちょっとこのバナナ、これがなんかこれももうバナナ、バナナっぽいですね。うん、揚げバナナ美味しい。うん、これデザートだね。米が主食って書いてますよね。うん、美味しい美味しい。チキンライスみたいな。豚肉ですね。まあ肉はもうそのままいい感じ、うん、まあこうやって食事を見るとやっぱりねカリブ海って感じがしますよね。まあバーガーキングもあるんですけど、うん、ちょっとこのモコンゴ行きましょうか。いいね、行きましょうか。じゃがいもですね。じゃがいもでもないんですけど、じゃがいもっぽいですね。うん、でもね、合う。なんか本当にマッシュポテト的な感じです。うん、おいしい。これをつけたら買うのがいい。ああ、うん、でもなんか言われてみればバナナっぽいなんかこう風味もする感じですかね、うん、これは普通のレシピ。これもう普通にうまい。ありあり。というわけでプエルトリコ料理なかなか美味しいですね。カリブ海は過去にだからセントマーチンとあとキューバもね、私の古い動画でも実はキューバ動画ってあるんですよね。だいぶ初期ですけど、髪の初期でね髪の毛は爆発してるんですけど、ね、そうキューバはねあの時はねアメリカとね私が行った時はねアメリカと比較的ねお腹をこうね、仲良くしようとしてた感じだったんですよね。アメリカ大使館とかもなんかできるみたいな、できたみたいな話もありましたし、ただなんかそこからまたなんか悪くなって、もう今キューバ行くとエスタでアメリカ入国できなかったりとか、すごい経済制裁の、ね、すごい状況になってるので気軽にはちょっとキューバには行けないんですけど、まあ、その2回で今回のまあ、このプエルトリコは3回目って感じですかね。これは何だろう。これはまたちょっとまた違ったような感じですけども、まあでもちょっと似てますね。ただでも圧倒的にモフォンゴの方が美味しいですね。これをモフォンゴに変えてくれたらよかったな。まあ、ということで、ボリュームがめちゃめちゃ出ますけど、まあ、いただきます。あ、タッチします。あ、レシピ、プリーズ、イエス。Alright, thank you. Restroom? See you on the way to the back. Ah, okay, thank you so much. ということで、美味しくいただきました。ただね、想像以上のボリュームでね、バナナってお腹にめっちゃ、あれですね、
膨らみますね。ちょっと残してしまいました。ちょっとそれだけがね、もうあの食べれると思ったのに残念というか申し訳ないという感じですけれども、それでカードもねしっかり使えて、それでなんかねチップいるのかなみたいな、ね、感じで事前に調べてたらね 10% から 15% がなんか基本みたいなことが書いてた、プエルトリコね。まあじゃあ 15% ぐらい 10% ぐらい考えとこうかなと思ったら、タブレットでそこはアメリカと変わらずにね、こうしっかりしたかっこいいタブレットでタッチ決済みたいなアメックスもね使えたんですけども、もうそこはチップ選択ボタンは 18% から 25% でしたねということで、もう 18% ちょっと押してという感じで、まあ、チップは多分アメリカ本土と変わんないぐらいに今はなってるのかなみたいな、ね、感じですかね。ということでそこら辺はね別にアメリカ本土と同じじゃなくてもいいのにってちょっと思ったりもしたんですけども、とりあえずはすごく美味しかったです。もうお腹いっぱいです。じゃあちょっとまだ日が落ちる前、今5時半とかですけれども、もう晩ご飯もこれで十分です。まあしっかりちょっと歩いてね、ちょっと運動しようかと思います。というか人がいないんだけどな、さっきからな、ここ何なの、住宅街なのかな、なんかでもここあっちの方なのかな、いくらこっちは住宅街っぽいね。でもなんかあっちもちょっとこれ登ってみようか。でもなんかここら辺見るとなんか丸太ね、丸太島みたい。おお、綺麗なとこ出てきましたね。おお、ということですごいな景色、そして波もすごいな。なんか泳ごうかなと思ったんですけど、ここはとても泳げるような感じじゃなさそうですね。攻めの前はかなりローカルな、もうここら辺の旧市街はなんだかんだ言ってもうすごく多分土地の値段とかも高いんでしょうね。なんか綺麗にペインティングされているとか多いですけど、ここはなんか昔ながら分からないですけども、なんかプエルトリコの昔ながら風景って感じがしますね。先日行ったね、スペインのイビサ島となんかちょっと似てるのかなと思ったんですけど、またそことは違った感じで、こっちの方がもうちょっと田舎感がありますね、うん。まあ、でもこっちもやっぱりアジア人はほとんどいないような、ここまで来る人はあんまりいないからか、ね、日本人の方、ね、住んでる日本人の方はいらっしゃるんでしょうかね。セントマーチン島でもでもねいましたからね、まあ、住んでる人は住んでるって感じですかね、はあ、ことでなんて、じゃあちょっとここら辺をブラブラします。おお、綺麗ですね。あそこは要塞みたいですね。いやこれがね、アメリカから、ね、本土からサクッと来れるならいいっすよね、うん。そしてね、米ドルで自分たちの言葉も通じてるとなると、まあ、地元の人はね、ちょっとね、どう思ってるか、ね、やっぱり、まあ、昔はね、まあ、独立、ね、してた時期もあった。ね、ありましたけれども、まあ、でも逆にプエルトリコの人も多分アメリカに自由に、アメリカ本土に多分自由に行くことができると思うんで、まあ、経済的な恩恵を受けれそうな、受けれてるような気がしますね、まあ、少なくともキューバを見てるとね、まあ、どっちがいいって話ですよね。あ、ね、キューバはもう最近はもうスマホでインターネットできるようになったんです、なってるんですかね。私が行った時はね、郵便局で Wi-Fi カードを買って、こういったなんか Wi-Fi スポットでインターネットするみたいな感じだったんですけども、うん、キューバも久々にちょっと行ってみたいですけどね、うん。
まあ、とりあえずは今日は今回はプエルトリコに来ております。いやでも平和ですね。濡れてないのか。濡れてるよな。さすがに寝転ぶことはできないですけど、まあ、多分私と妻は位置情報を共有してるんですけれども、多分妻にアメリカには行くとは、ニューヨークに行くとは言ってるんですけども、プエルトリコに行くとは言ってないんで、多分見たら、ね、私がカリブ海にいることになってるんで、ちょっとびっくりするかもしれないですね。ということで、まあ、でもこんな簡単に、まあ、日本からもね、1回経由でニューヨーク経由で、ね、来れちゃいます。いや本当でもフライト時間早かった、あっという間だった本当だ。爆睡してました本当に。あんまり治安が良くないとお姉さん言ってましたね。ということで下には降りないで行きましょう。Hello. How much is it? It's a small $4, large $5. Ah, okay. It's a 5 and 4. Okay. Ah, small one, please. Yes. Which one recommend? Every flavor, two flavor or one flavor. Ah, okay. This one, please. Yeah. Every flavor? Yeah, every flavor.そこにもある。Thank you. Yep.Y ustedes, muchacha y muchacho. Ah, gracias. De nada. ¿Qué decir uno? よし、ということでゲットしました。4ドル。よし、ということでエブリシム。ココナッツ美味しいですね。あ、まあでもグアムはね、実地料理ですけども、アメリカのグアムともなんとなく雰囲気は似てるのかも。あ、でもやっぱグアムよりだいぶ大きいよね。というね、まあちょっと歩いてみた感じだと、まあ基本的に治安は良さそうですよ。ただ悪そうな、さっき言ったところとか、さっき見たところとか、まあ、とこはあるんで、ちょっとそういったとこ入り込まないようにした方が良さそうですね。うん。わ、結構ボリューム、スモールでも結構ボリュームあるな。うん、まあ、とにかくのんびりしてますね。うん、美味しいです。こういったの見るとやっぱスペイン語ですね。まあ、でもアメリカでスペイン語圏で、それもまたレアかもしれないですね。すごい、ここで日本語見るとは思えなかった。何これ、なんで日本語なんだろう。ザ・コーヒー、ちょっと明日以降
はい、ということでスーパーありましたね。ちょっと入ってみましょう。スーパーマックス、すごい明るい。外は結構暗めなんだね。というので値段はどうだろうな。アメリカの物価もねよく把握してないんで、ちょっと適当なこと言っちゃうかもしれないですけど、ね、一番安い水とかで 1.352 とかかなと思って。あ、まあ決してアメリカ物価はアメリカぐらいですかね。この牛乳はなんかめっちゃ安い気がする。 1.99 でしょ。あ、ライトミルク、軽いミルクか。それでも安い気がする。チーズとかこの辺もあります。まあ、これはなんかこうスペインとかそこら辺のなんか文化の影響かもしれないですね。結構充実しますね。そうだね、チーズやっぱり多いね。今知ったんですか、オイコスってこれ日本のやつじゃなくて海外のやつなの、アメリカのやつなの、うん、こんなしかも大きいやつある、すごいね。明日朝ごはんついてんのかな。ついてなさそうだな。何も言ってなかったから書いてなかったし、まあ、このペプシが 1.19 ドルなんで、まあそうです、安いか、うん、安いか、アメリカ本土よりも安いかも。今これもアメリカ本土でから来てるんじゃないかなと思いますけど、私はなんかこう税金とか、ね、税率とか優遇されてる可能性がありますけれども、どうでしょうかね。缶のコーラとか1ドル安いんで、ほらあ、ノーサンクス、イッツオーケー。これもあれですよね、あのラスベガスがあるファットチューズでみたいな、なんかお酒とか飲んでるチェーン店ですよ。結構日が落ちるの早い。はい、ということで部屋に戻ってきました。下が回りません。実はもうベッドに入っております。ということで、ね、まだ8時ぐらいですけど、すごい眠気が来たんで今日はもう寝ようかと思います。はい、ということでこのようになって申し訳ないです。見えますかね、もう外は真っ暗です。ではまた明日以降動いていきます。じゃあおやすみなさい。眠い、傾いてるけど大丈夫かな。おはようございます。プエルトリコ2日目でございます。ということで、昨日ね帰ってきてからね、もうちょっとベッド入ってたらね、もう眠気が半端なくてね、あれから12時間ぐらいぶっ通し、ちょっと夜起きましたけど も夜、朝の9時ですね。はい、もう爆睡しておりました。まあ、なんだかんだ言って東京からニューヨーク経由で来て、まあ、そんなにハードなスケジュールではないんですけども、あのね、それでもやっぱり時差ボケと、ね、長距離の移動でかなり疲れてたみたいです。ということでね、まあこのなんて言いますか、もう最高ですね。光が、ね、最高なが入ってきてるだけで最高っていう。おお、めちゃめちゃ気持ちいい朝ですね。
今日とりあえずはね、もうお腹もめちゃめちゃ空いてるんで、準備してじゃあ行きましょう。よし、じゃあちょっと今日は掃除してもらいます。チップも置きました。アメリカ流ということで。テレビはそうだな、アメリカ本土マイアミとかなんで、ね、と変わらないような感じでやってるって感じですかね。まあ、ね、プエルトリコローカルのやつもあるとは思いますけど。ということで朝28度か。おいいね、気持ちいい。いやこれね、あのね、多分ニューヨークに住んでる人からするとね、冬に来るのはめちゃめちゃ価値あると思います。ここ多分ね、多分渡航夏的な感じなんで、多分グアムみたいに、うん、いやこれは嬉しいでしょうね。ちょっとこんな脇道も行ってみましょう。すごい。でちょっとまあ今からね、朝ごはんを食べに行くんですけれども、あのちょっと離れたところにすごい素敵なね、なんかパン屋さん、なんかプエルトリコもう伝統、なんか私はなんかここで、ね、もう20年通ってましたみたいなね、コメントがあったりとかするようなとこあるみたいなんで、ちょっとそこを目指そうかと思います。うん、ここら辺のね、サンファン旧市街はね、良くも悪くも観光地化されてるっていうところがあって、あんまりこうね、アメリカのチェーンが結構多かったりとかなんかするみたいで、あんまりローカルなとこはないっぽいんでね、まあ建物はすごいあれなんですけど、うん、ちょっとそちらの方に目指してみようかと思います。とりあえずはちょっとね、あのそう、船でまずは行った方が良さそうなんで、ちょっと頑張って、あのウーバーも使えるんですけれども、あの公共交通機関でちょっと目的地に向かいたいと思います。暑いな。いや最高かよこれ。なかなかいいですね。気持ちいいです。はい、ということでここで見慣れたマリオットボンボイのロゴを見つけましたけれども、ここがトリビュートホテルかな。あ、確かにありました。でも場所も思った以上にいいですね。ここでもよかったね。うん、まあマリオット泊まるので、ちょっとね、あのプエルトリコでもったいないかなって思ったんですけども、すごく雰囲気も良さそうで、ここはここでありだなって思いました。飛行機も朝からビンビン飛んでおります。まあニューヨークに限らずマイアミとかね、東海岸とか、うん、そっち側から飛んでるみたいなんで、来てるって感じですかね。はい、ということでここがフェリーターミナルということで、ちょっと行ってみましょうか。そうっす、こっちのカターニョってとこに行きたい感じですね。あ、でもそんなに便数があるわけではないのか。1時間に1本。お、ちょうどあと8分後だ。合ってるかな。はい、あ、ほら、I want to go to Catania。Yeah, it's $1 per person round trip. The next for lift, I think. Ah, okay, ten. Okay, and $1. Yes, $1. Okay. You can pay in the shelter. I see. Gracias. よかった。ハロウィンモードですね。それでチケットはなんと1ドル、安いね。あ、というか 0.5 ドルです。めっちゃ安い。One way, please. One way. よし、ということで本当に 0.5 ユーロでした。0.5 ドルでした。Thank you. Ah, okay. お釣りはあれですね、セントですね。久しぶりに見ました。まあアメリカなんで普通に、まあ、全然通貨も使えてたんですね。あ、よしよし。おー、すごい立派ですね。とても 0.5 ドルで乗れる船とは思えないです。
コンセントもある。お客さんはただ、4人なので2ドルですね売り上げは。もう笑っちゃいけないとは思うんですけど、まだこういったところはアメリカの恩恵ですかね。多分あのアメリカ本土のね、あのお金が投資使われたりとかしそうな感じがしますね。クルーズ船も全もういなくなりましたね。またでも京都が来るかもしれないです。いやでも昨日めちゃめちゃ寝れましたね。もう体力 120% ぐらいあります、ね、めっちゃすっきりしてる、はあ、ということでいい感じで、まあもうでも明後日帰るんで日本に時差ボケが慣れてきたところでこういつも帰っちゃってもう意味が分かんない状態です。日本で時差ボケみたいな感じになりそうです、まあ、それを置いといてとりあえず今日一日はプエルテルコね入れるのでちょっといろいろ巡りたいです。15分旅でこれで 0.5 だとめちゃめちゃお得。よし、じゃあ次はバスに乗り継ぎますけど、バスいるのかな、ここにな。なんかそのもう本当に全然何もない感じですね。というわけで走ってきて、もう37番バス。これはね、Google マップにも案内あるんですけど、走ってきたんですけど、止まってるな。まあでもエンジンかけてるんで、じきに動くかも。オートバス。一向にバスの運転手は戻ってこないですね。もう完全ナンクルサナイサ時間ですね。まあ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 、ね、まあこの時間もいいですね。ただお腹減った。あ、ほら、あ、Can I pay? It's okay. No, thank you.お金いらないって言われる。どういうこと？まあ、まさかおもうなんか公共交通機関として晴れて一応なんか、ね、
ね、タッチするやつありますけど、一応なんか調べた感じだとね 0.75 ドル必要みたいで、なんかコインはしか受け付けないみたいなこと言ってたんで、1ドル札しかなくて、ね、払えるかなと思ったんですけど、まさかのお金いらないよみたいな感じです。で、まあ運転手化すればもう仕事をちゃんとやれば給料が入るから関係ないということでしょうか。とりあえず乗れてよかった。あ、でもウォールマートもあるみたいですね。ポップがウォールマート、スクールバスはアメリカと一緒です。現地の人もお金払ってないのかな。シャトルバス、無料シャトルバスこういった公園とかもちゃんと見えてますね。綺麗です。こっちに来たらもう全くあれですね、英語がの会話が耳に入らなくなりましたね。多分皆さんね、話せる方多いと思うんですけど、やっぱりもともとはやっぱりスペイン領というのが長かったので、スペイン語がまあメインなんでしょうね。スペイン語だから勉強するのっていいですね。スペイン語勉強すればかなり、まあ、下手したら英語以上に南米とかカリブ海とか細かい人たちとコミュニケーション取れたら、これ何でもバス停って全然絶対わかんない。ルタがね、ルートってことなの、うん、このラウドあります。とりあえずは Google マップ通り行ってるんで、一応時刻表はめっちゃ当てにな、あの全然当てにならないですけど、ルートはなんとなく合ってますね。ここら辺も全然綺麗ですね。Gracias. よし、着きました。だいぶやってきましたよここがね、あのプエルトリコのリビットタウンってところでね、そう、まあこれ見ていただけば分かると思うんですけど、もう基本的に旅行しようと思ったらね、レンタカーは必須ですね。私あの今回国際免許証をね持ってきてなくて、あのまあもそもそもまあ弾丸っていうので、まあ、レンタカーもいらないかなと思ったんですけど、運転できるならあった方がいいと思います。結構公共交通機関での移動は、まあ、なかなかね、あの面白くもあるんですけども、結構時間がかかりますね。ということでね、やってきました、やってきました。あそこの緑色のところだ。こちらパナデラ、パナデリア、パンは多分フランス語のパンですよね。それパン屋ってことですね。レニーレポステリアっていうところでございます。じゃあちょっと行ってみましょう。こっち、あ、すごい人がいる。
甘い系が多いですね。美味しそう。お、アイスコーヒーもある。現地の、ご飯もこんな感じで、あれなんだ、サンドイッチとか有名な、キューバサンドイッチとかやっぱり似てるんですかね。ここら辺になるとあれスペイン語の表記なんですね。チョコレート、そう。ほら、I want to order this sandwich. Sir, pastrami. Ah, yeah. And, mayonesa. Ah, yeah. And, this one? Ah, uno. Avaragi, yeah.And iced coffee, one. Iced coffee, sour? Yeah. Ah, yes. Yeah. Ah, okay. How? Okay. Touch. Ah, no, okay. Okay.Ah, okay. Ah, yeah. Yeah. Ah, gracias. Thank you. Thank you. Awesome. Ah, やっぱでもテレビもあれですね。スペイン語ですね。おお、すごい。そう、こう鹿児島県ぐらいの大きさみたいなんですよね、島自体はね。そうだから結構大きいです。だから一周しようと思ってもね、多分2泊3日とかそれぐらい多分あった方がいいと思いますね。もう本当に私はここのサンファンって、ね、首都のところを周辺を回ってぐるぐるしてるぐらいなんで。あ、グラシアス。わ、おいしそう。めっちゃすごいボリュームだな。やば。あ、これハーフサイズでよかったな。すごいな。おお。なんじゃこれ、これもいや感じなかったな。ということで、すごいボリュームが来ました。これがプエルトリコ風なサンドイッチですか。よし、ということでいただきます。値段はね、10ドルだから、まあ高くはないですけども、安いってことはないですね、まあ、そこら辺は多分アメリカの物価にちょっとこうアメリカの物価に合わせられてる。ただでもニューヨークでこれ10ドルは多分食べれないと思うんで、それ考えると安いですね。でコーヒーはね結構高い、7ドル、1000円ぐらいする。これは一緒で、これはスタバと一緒ぐらいですね。あとはなんかこっちの甘い系のやつがクエスティとってやつですね、 2.5 ドル。あ、美味しい。あ、甘い液も、そう、なんか聞かれたんですよね、OKOK みたいな感じで言ったんですけど、私も悪い癖なんですけど、あれですね、あの甘いやつ入れるかみたいな、ハニーナッツ。ということで、もう、この、やばっ、これで半分ですか。でももうご存知の通り、もうめっちゃうまいわ。こんだけボリュームが、ね、ハムが、ね、お肉が入ってるなかなかないです。
キューバサンドイッチとか言うんで、ね、やっぱり文化が似てますよね。クオリこっちはもう完全を正直美味しいですけど、ということで、いや来た回ありましたここまで、めっちゃうまい、うん、というわけでここら辺になるとね、もう完全観光客はいないので、ローカル、私の好きななんかローカルな感じになって、ね、居心地がいいですね。アジア人は全然いないですけど、アジア人だからってなんか変な目で見られるとか、そういったのは一切ないですね。めっちゃうまい。これはとことん甘いですね。ということで、プエルトリコいい感じですね。朝ごはんで、ね、ちょっとボリュームは多いんですけど、しっかりいただきたいと思います。もう全部美味しい。もう100点ですね。もうだってテレビ局でわたあめとかわたあめ作ってますもん。面白い。これが当たるということです。ということで美味しかったです。あーお腹いっぱいじゃあちょっと歩く、ね、歩いてる人は私だけなんですけど、やっぱね、プエルトリコもやっぱ車がないとなんか厳しいって感じですけど、まあ、とりあえず海が近くにあるみたいなんで、多分こっちね、海歩いていけばね、海にたどり着くんで、ビーチ、うん、ちょっと行ってみましょうか。一応水着も持ってきました、うん、ということでビーチまで来ましたけど、残念ながらここは遊泳禁止みたいです。というかまあ、ね、確かにちょっと危なそうだ。ちょっと見るだけ見てみましょう。波はちょっと強そうですね。ちょっとここはやめときましょう。まあ多分どっか泳げるとこもあると思うんで、泳いでる人もねタクシーか見えたりしたんで、ちょっと探してみましょうか。昨日のあの要塞はあっちですね。あれだ。Please use your seat belt for your safety. お、球場ですね。めっちゃ綺麗だな。ということで、ウーバーでね、運んでもらいました。もう、まあ、ぶっちゃけ値段、コスパ、タイパですね。考えるなら絶対、ウーバーの方がいいです。結構ああいったローカルなところでも拾うことができて、しかもそんなに高くはない。さっきも8ドルとか9ドルとか、まあ、そこにチップっていう感じになりますんで、結構いらっしゃいますね、ウーバーのドライバーさんもね。ということで、ちょっと泳げそうなビーチにやってきました。こっちはもう、もうすごい。こんな感じで、いいね、あって。おじいちゃんと孫かな、なんか帰れていいね。ここでじゃあ私も泳ぎましょう。じゃあ行ってまいります。ああっ、ということで、いやーいいっすね。あっちが要塞が見えて、じゃあちょっとどんな感じか見てください、皆さんも。まあ
めちゃめちゃあったかいですね。だからでめちゃめちゃあったかいんで、めちゃめちゃあったかいんでいい感じですね今はね。それでまあね、あの前回のイビザでね、こういった時ね荷物どうしてんだって話ですけど、もう荷物はそうすぐ見張ってる感じですね、うん、まあでも雰囲気で分かりますよ、なんとなくこう危ないか危なくないか。もちろん危ないところでは絶対やらないし、人がめちゃめちゃ多いところとか絶対やらないです。こう、まあ、前回もそうでしたっけ、イビザももう人通りが少なくて、まあこんな感じの雰囲気であれば大丈夫。最悪まあこっからだったら怪しい人が来たなって思ったらすぐ行けるっていう距離感で、まああっちに行ったりとかはしないんで、うん、そんな感じで泳いでたりします。まあね 100% 安全とは言えないですけど、一応そんな感じで私はやってますので、まあ自己責任でって感じですね、うん。まあ、ビーチ来るときはでもできるだけ荷物はもう最低限した方がいいですね。けでということで、カリブ海の海もなかなかいい感じです。まあ、セントマーチン島みたいにね、なんか警察もしっかり来てますね、こうやってね、うん、でセントマーチン島みたいになんかこう、ね、飛行機、空港の滑走路のそばにね、あのビーチがあればいいんですけど、そういったところはないみたいなんで、まあ、それ目的ではやっぱりセントマーチン島に行くしかないですね。でもセントマーチン島よりも便数は多いんで、気軽にはこう、気軽に来やすいところですね。でもここにウーバー来てくれるかな、そこが心配だな。ね、あの運んではくれましたけど、逆に帰るとき心配だな、まあ、その時歩いて帰りました。ここは子供でも泳げます。ココナッツが落ちてこないことばっかり祈りますね。ココナッツ美味しそうですね。ということで雨降ってきましたね。いや、むっちゃグラシアース。そういえば傘持ってた。無理に来る必要ない。グラシアース、ここがね、あのバカラルディで、私もなんかラウンジで見たことあります。お酒のね、そう来るかもやったんですけどね、あの増えるところにトリコン超定番のところということで、まあ、やってきました。雨も降ってたんで、ということでツアーとかあるみたいなんでちょっと聞いてみましょう。はい、はい、Do you have reservation? No reservation. No reservation? Yes. Okay. So what are you interested in? Do you know about our tours? Yes. Okay, we have mixology class, we have rum tasting, or we have the regular one. Right now, my next tour is mixology class at 1:30. Or after that, I have rum tasting at 2 p.m. Okay, so mixology, so make a cocktail, right? The mixology, you get to do two cocktails. And okay. The complimentary one is going to be three.Okay, I see. So it depends on when you like that. Tour is for 1 hour and 15 minutes. Okay. And the rum tasting, you get to try 5 of our premium rums. Okay. Plus a chocolate infused in one of our rums. Okay. Mixology, please. Mixology. Yes. Okay. And it's at 1:30. I'm going to need ID. Okay, I see. Yep. Okay.So my next mixology is at 3:15, if you like. So no 1:30? 1:30, no. No, okay.
Ah, I see. After that, I have rum tasting at 2. Ah, okay. Either way, if you decide not to do any tour, you can just hang out here at the bar, eat something, and visit our gift shop if you like. Ah, okay. So I'm not joined to our, just a drinker. Okay. Okay. That's okay. So you cannot go to my big tree. Okay. Neither past the white chairs that are on the other side. Okay. Okay. Yes. That right down the hall, you're gonna find bathrooms. Okay. Something to eat. Are you right? Uh-huh. And the bar is right behind you. Okay. Okay, thank you. So you're just order there. Over there. Okay. Thank you so much. Yeah. Hello. Can I order mojito? Mojito? Yes. Are you doing it? No tour. No tour? Yeah. Okay. We got one more here. And less alcohol, please. Which one? Ah, less small alcohol. Thank you. You want half? Ah, yes, that's right, yeah. Remember, ladies and gentlemen, last time I was out of the top floor, the list of your team is currently posted on the top of 40 level. The one with the key, you can now start boarding your trolley. Your tour guide should be there, and we hope you enjoy your tour. ということでゲットしました。珍しくお酒ということで、モヒート。そう、キューバでね、まあいくらお酒飲められてからといってね、ちょっとモヒートをね、頼まなかったらちょっと後悔してたんですよね。ということで今回ちょっと頼んでみました。ここもお酒好きな方なら、お酒好きな方なら知ってるかもしれないですけど、バカルディってあのね、プエルトリコのお酒らしくて、まあ、ここのなんかツアー見てめっちゃ綺麗ですね。ここだけは異常に、ここに雨も降ってたんでここにやってきました。じゃあちょっとモヒート行きます。一応アルコールをね半分にしてもらったんですけど、どうですかね。あ、美味しい、あ、でもやっぱすごいアルコールだな。ちょっとまあ私アルコールねダメなんですけども、ちょっとぐらいなら飲めると思うんで、まあ無理しない範囲で半分といえども、でも美味しいね。本当はノンアルコールって言いたかったところなんですけど、さすがにそれだとね、もうなんでここに来たのみたいな感じになるんで、少なくしてもらいました。というわけでまあまあまあいいね。で本当はねツアーがいろいろあってね、工場見学とか、あとなんかもカクテルを作る。それで私カクテル作るやつね、ちょっと時間も調べてたの、カクテル作るやつで、ね、ちょっと申し込みたいと思ってたんですけど、残念ながら埋まってる。もう多分なんか2時間ぐらい待たないといけないみたいっていうことで、もうここだけでちょっと、まあ、モヒート飲むだけで、はい、ちょっと今回済ませようかなと思ってやってきた感じです。まあ、だからキューバもそうですけど、やっぱりここはラム酒とかね、そういったところは有名みたいですね。カリブ海有名なとこ多いみたいですね。いかんということで、じゃあちょっとゆっくりちょっと休憩します。いやでもこれすごいですね、建物ね、ということで多分一番プエルトリコの中では有名な大きい会社ではないでしょうか、
よし、ということで、まあ、一旦晴れてきたのでホテルに戻ろうかと思います。結構この時期雨降ったりね、やんだりとか結構激しいですね。はい、それではですね、ちょっとホテルに戻る前にね、Google マップで見たらね、あの野球スタジアムがあったんで、思い切ってちょっと変更してる、ね、場所を来てみました。まあ、残念ながら今はね、まあ、平日の昼ということで、中は特に行われてないようです、試合はね。あと中に入ることもできないとは思いますけれども、やっぱりプエルトリコといえば、まあ、野球でしょうということで、ヒラム・ビソン・スタジアムっていうところはね、ここなんとですね、あの WBC、あの2026年、もう2026年なんですね、すぐですね、そこもですね、そこのですね、あの会場にもなる予定になっているらしくて、まあ、日本もね、もちろん当たれば、もちろんね、当たればですね、あ、この方がヒラム・ビソンって、あの多分プエルトリコで、ね、あのもうレア、ね、あの日本でいうと、ね、長嶋監督みたいな、ね、あのポジションの人だと思いますけれども、はい、あのスタジアム名前になってますね、はい、ということでな感じで、そうだから日本人の人ももしかしたらここにたくさん押しかける試合が、ね、行われるのであれば私も来ることになるかもしれないということで、そういう意味ではプエルトリコ、あの来てよかったですね。もう今雨降ってもうブワーって水が流れてますけども、ね、そんな感じになっております。なんか中入れそうな感じがするけどな、入ったら怒られるかな。ちょっと行ってみようか。Can I enter? Ah, thank you. Ah, yeah, ah, okay. Hello, hola. Hi, I want to see a stadium. No, impossible. Okay, just what? Just this? Just around here? Yeah. Okay, thank you. ということで、ここら辺だったらいいということなんですけれども。あのスタジアムの中には残念ながら入ることはできないですね。でもここまで入れてくれるんだ、嬉しいね、そうちょっとスタジアムもちらっと見えた。ということで、こんな結構大きそうですね、まずということで、すごいね。それでね、野球場もね、野球少年とかもちょっと見たかったんですけれども、今はやってるのはまだ見たことないですね。あのでも結構球場がねあって、あのしっかりしてるんで、やっぱりね、将来またもしかしたら、ね、プエルトリコで、ね、の人が日本に来て活躍される選手っていうのも、ね、あの出てくるかもしれないですね。まあ、どこまで見学できるか分かんないですけど、ちょっとあんまり動いたら怒られそうなんで、ここぐらいに しておきましょう。ということで、プエルトリコはね、結構まあ今雨降るんですけども、水はけが悪いとこは多いですね。わけで雨が降るとちょっと足元気をつけないといけないです。すごい立派ですね。せっかくだったら試合見たかった、あんま情報は出てこないですよね。まあ、なんかもし多分ローカルななんか試合とかもしかしたら行われてるかもしれないですけど、あんまり情報は出てこなかったですね。ホームページとかないですよね、スタジアムの、ね、ということで、まあ、ぜひぜひちょっと日本やってほしいですね、ここでね、WBC ね。来ねえな。
多分みんなをね21番待ってると思うんですけど、30分に1本来るはずなんですけど、もう30分経ってる。ということでちょうどねバス1本でねホテルまで帰れるみたいなんで、うん、待ってるんですけど来ないですね。もうウーバーにした方がいいかなと思いつつ、もう20分ぐらい待ったんでなんか30分に1本ぐらいあるみたいなんで、ね、ちょっと頑張って待ってるんですけど、ここのバスはねなんかね、そう行きたい乗りたいバスなんですけども21番、うん、でも動かないみたいな謎ですね。というわけでちょっとそんな感じで待ってるんで、あービデオ、あ、うん、あビデオ、うん、ということで一人でビデオに向けて話しかけてたら電話かって言われました、ね、まあね、アメリカさんが作ったカメラなんですけど、ね、オープンです。あ、来た来た。よーそこです。ということで当然のようにお金はね誰も払ってないって状況どうなってんの。ということでやってきました、まあ、これも1時間ぐらいかかるみたいなんですけど、まあねまったりした時間を、あのプエルトリコは本当ゆったりした時間流れてるんで、まあ、ちょっとそれ合わせてもうじゃあちょっとゆっくりさせていただこうかと思います。来てよかった、中は涼しい。意外とでもそのここねなんかアウトレットっぽいんですけど、チーズケーキファクトリーとか、ね、なんかそこら辺とかオールドネイビーとか大型のショップ、ね、まあ、そういったところもあるみたいですね、うん。というか電車があるんですね、初めて知りました。おお、そうなんだ。全然今回の旅行では検索しても出てこなかったんですけど、空港から市内とかね、なんかそういったところでは あればいいんですけど、そうなんだ、まあ、こっちは新市街とかなのかな。まさかでもその電車があるとは思いませんでした、このプエルトリコ島に。はい、ということであんな感じで、まあ、ヒルトンホテルとかね、まあいいホテルもたくさんあります。もちろんただやっぱり先ほど言ったあのやっぱりちょっと場所がちょっと、はい、ということで1時間ぐらいで帰ってきました。いやめちゃかったですね、結果的には。あの結構渋滞もあったんですけど、ウーバーだとねちょっと申し訳ないかなと思うんですけど、まあ、バスであればね、あの逆にゆっくり街並みを見ながら来ることができたりとか、そんな感じで旧市街まで戻ってきた。あと少し、ここはもうバス最終バスターミナルかな。結局バスでお金払ってる人誰もいなかったけど、どうなってるんだろう、謎が一つ残りました。なんか定期券持ってるとかそんなわけでもなさそうなんですよ、分からん。ありがとうございました。いやでもプエルトリコ本当にいい街でした。まあ勢いで来てみてよかったです。ああ、まあどこも基本的にはもう来れば面白いですよ、バングラデシュでもね。ああ、ということでまたちょっといろいろね、あのせっかくなんで今まで行ったことないようなちょっと都市とか国とかそういったところをちょっと今後は攻めていきたいですね。本当船と飛行機は似合う街です。
あっちがちっちゃい空港の方かな。よし、ということで、じゃあプエルトリコお土産ショップ、ちょっとなんかいいのないか探してみましょう。あ、いろいろあります。ここら辺はあんま関係ないです。ハロウィン要素は強い。あ、こんな白い服とか、確かに。ここら辺は野球系ですね。意外にでもバットとか売ってないね。バット買ったとこで どうするんだろう、話ですけどね、うん、じゃあちょっとコーヒーを、これ18度か、まあ結構お手頃だと思います。豆のコーヒー買って帰ります。はい、ということで、ちょっとね、まだ朝の実はうん、ベーカリーで食べたやつがまだ残ってるんですけど、で最後はちょっとシーフードをいただきたいと。まあでもだんだんお腹空いてきた、歩いてね、うん、ということでこちらでね、ちょっとシーフードを食べてみたいと思います。ではちょっと行ってみましょうか。カヨカリブというお店でございます。Hello, just one person. Can I eat here? Yeah. Ah, okay. Thank you. Table or bar? Thank you. Yeah? Table or bar? Ah, okay. For table or bar? Ah, table, please. Yes. Okay, thank you. お酒もドンキューありますけど、私はもうコーラにしました。はい、ということで。よしって食べました。美味しそう。OK, thank you. Enjoy. わー、美味しそう。ということで、シュリンプのタコスと、美味しそうじゃないですか。あとはモフォンゴ、うん、と栄養ドリンク。じゃあいただきます。ライムハーソン。Okay, thank you. アボカドとライム。This one is mayo ketchup. Very traditional. Okay, thank you. すごい。いいね。いただきます。じゃあ今日一日お疲れ様ですという。あ、うまいね。よっしゃ。モフォンゴ、いただきます。うまいね。こっちはなんかニンニクが効いてる気がする。なんかモフォンゴも店によって味が違うのかな。美味しい、うん、ここも。カツと外は、ね、あのカニかな。うん、まあ、これ絶対うまいやつだよ。中は揚げたエビ、こっちはカニカマか、カニカマかな、カニ、本物のカニかカニカマ。うん、めっちゃうまい。 How's it taste, my friend? Yeah, very good, very good, yeah, I like it, thank you so much.
ということで美味しいです。まあ、もちろんプエルトリコで取れたものともねですよね。そう、うん、だと思います。ということで、じゃあ今日ゆっくりいただきたいと思います、はい、でこれだけ食べても2人分ってなんかすごい安い、安いな、おおすごい。ということで、よし、じゃあそれではホテル戻ります。これはもはやプエルトリコ関係ないですけど、アメリカのお土産ですね。これは娘で、これまたコーヒー妻で、これはでっかいやつね。あとこれは私、ハーシーチョコレートということで、これ買って帰ります。はい、ということで今午後夜の8時ぐらいになりますけれどね、多分クラブとかもあるみたいな、基本的にはもうこんな感じで真っ暗になりますね、うん、ということで、まあ、ここら辺は旧市街なのでこんな感じでございますけれども、もちろん新市街とか行けばね別にまだまだ明るかったりすると思います。街灯はあんまりないような感じですね。人通りも少なくなってます。ちょっとこの時は出歩くのはちょっとまあ、外れた道を歩くのはあんまり良した方が良さそうな感じがします。はい、ということでね、シャワーも浴びまして、今日は起きておきます、ちゃんとね。まあでも若干もう眠いって感じです。今日一日ねプエルトリコを回ってみて思ったのが、思った以上に大きいっていうので、そう、すごい綺麗な海とかも ねこう船渡って島に行くみたいなんですけども、 そこまで結構行こうと思ったら3時間とかかかったり、こっからね本当にちゃんと回ろうと思ったら1週間とかそれぐらいはいるのかなっていう感じで、あとやっぱりこう個人で行くとなかなか効率悪かったりするんで、ツアーとかね頼れば、私は正直あんまりツアー頼れるのってあんまり好きではないんですけども、ね、結構直前になってね、こうやっぱりやめたみたいな、ね、ことをするようなダメな人間なんで、かっちりこうスケジュールが決まってるとね、なかなかちょっとなんかそわそわしたりとかして、まあどうしてもいけないところとかはね、頼らざるを得ないんですけれども、まあまあまあそんな感じでね、頼った方が良さそうですし、あとやっぱりレンタカーがね、あった方がいいなっていうふうには思いますね。ただ、ウーバーは結構いろんなところで呼んでも全く来ないってことはなかったんで、どこ呼んでも来てくれたんで、時間かかっても、ね、それはすごい便利でしたね。うん、それで物価自体が、でやっぱりアメリカ本土よりもだいぶ安いというふうに感じます。今日の晩ご飯もね、多分アメリカで食べればまあ50ドルとかはそっからチップみたいな感じになると思いますね。ニューヨークとかで、ね、もっと多分かかるかもしれない、下手したらね。だいぶ安く感じます。それでまあね、バスとかはね謎の無料で、まあフェリーも 0.5 ドルとかね、多分もともと物価はそんな感じだったんですよね、多分。ね、ただやっぱりこうアメリカ本土に釣られてどんどん上がってきて、なんかこう環境顧客向けのところはめちゃめちゃもうね、アメリカと変わらないぐらい高いみたいな。でもやっぱりまあアメリカ本土ほどではない、そのようなプエルトリコでございますけれども。あと、ローカルな人はもう完全にスペイン語だけですね。うん、ね、アメリカも私は行ったことないんですけど、テキサスとかであれば、まあこうスペイン語が主流というふうにね、聞きますけれども、もう本当にこのプエルトリコに関してはもともとね、やっぱりスペイン領だったということもありますので、やっぱりスペイン語がないと、ね、もし住むのであればちょっと厳しそうだなっていうふうに思いました ね。ということで、まあ、今日はもうゆっくり寝て、明日フライトデルタ航空のね、明日はちょっともうフロンティア航空ではなくてですね、マイルで取れちゃったんで、というか行きもできなんならマイルで行けばよかったっていうね、ことだったりする。まあでもフロンティア航空乗りたかったんで、それはそれでよしとしましょう。1万4000マイルぐらい、あとプラス5ドルとかで、デルタ航空で、マイルたくさんね、デルタアメックス持ってたんで、溜まってたんで、それを使わせてもらったという感じなんですけど、ただね、ちょっとね、心配なのが、これなんですけども、明日の、書いていない時間な。不親切だな、そういうね、なんかウォレット結構使ってますけど、あと、結構ターミナルが書いてなかったりするんだよね、どこもね、不便ですよね。ターミナルってめちゃめちゃ重要だと思うんだけどね、その JFK 出発とかも。そして明日13時10分出発になりますね。まあ2時間前に行くとして、
私にはなあの一番安いやつ取ったらね、なんか最近はもうあの本当にあのデルタ航空も LCC みたいになってまして、一番安いねマイル数で交換するとね、もう座席指定もねできないということで、オンラインチェックインはできたのになぜかあのそうボーディングパスももらってるんですけれども、座席が空っていうね、あのなんか不安空っていうね航空券を今持ってるような状況です。それ明日のフライトね、そうこれ今日の朝実は撮ったんですけれどもね、そうなんかもう完売らしいんですよね。ということで私もしかしてオーバーブッキングで乗れないんじゃないのってちょっと心配をしてるんですけど、大丈夫ですかね。一応私あのシルバーメダリオンなんでですけども、あのちょっと明日ねあの JFK に帰れなきゃ困るんですよね。あの今回の旅行のメインでもありますあの JAL のね350脱線のビジネスクラスが待ってるんで、ね、いや困るんですけど大丈夫ですかデルタさんということで、まあフライト自体はいっぱいあるんでね、まあ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 大丈夫かなって思うんですけれども、あの他の航空会社を含めてね、まあそんなちょっとねちょっと引っかかりものがありつつ今日は寝ることになります。では今日もねベッドメイキングもしっかりしてもらってしてもらったんで、またあのぐっすりこちらで、まあ、寝たいと思います。じゃあ皆さんおやすみなさいませ。楽しかったです今日プレートコよし。プエルトリコ最終日3日目でございますということで、今日もね爆睡してすごい、まだ7時と朝7時とかめちゃめちゃ健康的な生活でございます。やっぱりでもねこうベッドねこう斜めになってるんでね、若干寝づらさありましたね。あの枕をいっぱい 2個ぐらい重ねて、あのなんか無理やり頭をの位置を高くして寝てたって感じでございますということで、あの今日も晴れておりましてですね、まあ、あの今からまあ空港に10時ぐらい出発、まあ、すればいいので、ちょっと朝ごはんは、ね、周辺でいただこうかと思います。ではちょっと行きましょうということで、朝7時に関してはもう誰もいないみたいな。一応ね朝ごはんとか、ね、食べれるところはね朝6時からやってるって Google マップ上に書いてたんですけど、なんかこれ見るとねやってなさそうな感じするけどな。どうだろう、コーヒーショップとかなんか朝6時ぐらいからオープンしてるとか多いみたいなんですけど、まあ、それはあくまでも Google マップの情報です。やってるっぽいな、というか人がいる、警察官とかかっこいいね。狙ってたの鳩もいるね、ちなみに狙ってたのここの公園にあるカフェでございます。ほら、ほら、キャラゲットやサンドイッチ、あ、ハムチーズね。あ、ハムチーズ and egg、okay. and coffee please。You want milk for your coffee? Ah?、Uh-huh. You want milk? Ah, yes, please. Okay, what size, sir? Four, six, eight, ten. Okay, six please. Huh? You want cinnamon? Cinnamon?Yes, please, yeah. And sugar? No sugar, please. Okay. Yeah. No? No. So, こっちはシナモンがいい。普通みたいですね。See? Any else? Yeah, that's all. Okay, okay thank you. Okay. No sugar, right? No sugar, yeah.ということで、はい、あの朝のパンでございます。これ7ドルでございます。コーヒーとやっぱこれが基本なんだね。ボリュームめっちゃあるよね。あの今日も美味しそうです。じゃあいただきましょう。よし、あ、うめえ。よし、ちょっといただきます。まあ、やっぱりね、あのアメリカ本土と変わらない店とかありますけども、こういったところ見ると、ね、カリブ海の島だなみたいな思いますよね。なんか素朴な感じが、うん、あ、美味しい。ただめっちゃ暑いめっちゃ火が当たってる。
というわけでちょっとでもなんかまあでも朝活最高ですね、うん、そこら中一体影なのにここだけのやつが光が入っている感じですということで、まあでも美味しいです。最後の最後にここやってきましたよ、ザ・コーヒー。ここ信じられないですけど、朝調べたらびっくりしたんですけど、これチェーン店なんですね。しかもね、もう世界に結構何百店舗とあるみたいな、知ってる方いますか？そう、特にね南米とかにね多いらしくて、もうブラジルはね100店舗とかあるみたいで、なんかそう、なんかタイとかにもあるみたいですね。身近なところはタイにもあるみたいですね。ということで行ってみましょう。もうここはプロエルトリコ全く関係ないですけども、ザ・コーヒー。タブレットで注文するみたいですね。シグニチャー。お、すごいよ。日本語。いちごま、マテ茶、マテ。ティーがあれですけど。まあいいや。こんな感じで。ここら辺が有名っていうことなんですけども。まあ無難にちょっとアイスラテいかしてもらいますか。抹茶もある。これ細かく決めるんだよね。これ頼むかな。ここがでも一番おしゃれなプエルトリコで、まあ、コーヒーや、まあね、かもしれないです。よし、すごいおしゃれな人もいっぱい来てる。すごいね。なんかそれで、ね、勉強したらね、なんか日本からやっぱり一応カタカナに書いてるのは、日本語書いてるのは日本からインスパイアされたみたいな。どこが日本なのって思いますけど、うん、あでもコーヒーは美味しいね、うん、美味しいというか、なんかこうアメリカ本土とかね、ありそうな感じですね。やっぱブルーボトルとかに近いんじゃないかなと思いますけどね、うん、ドメインもねザ・コーフィードと JP って日本のドメイン取ってるんですよね、うん、だからちゃんとね日本語ページもあるっていうね、うん、コーヒーは素晴らしいです、私たちは愛していますっていうね、日本、私たちが探してたのは全てそこにありました。シンプルさ、ミニマリズムさ、ね、その完璧さは途絶えない探求、うん、あ、ブラジルコーヒー、ブラジル発祥なんですね、やっぱりね。で、ね、18カ国に存在って書いてますね。すごいね。機械翻訳感がね、著作権ドリンクとかね、なんか機械翻訳感が半端ないですけどね、うん、すごいな。ブラジル177とか、アメリカはでも2店舗、メキシコにもある、ね、スペインにもある、ドバイにもある、そしてタイに3つっていう感じみたいです。すごいね、うん、どっちかというとというので、あれですかね、なんだっけ、あれ麻布台ヒルズにできた、あ、アラビカコーヒーだ、うん、なんかそんな感じをイメージしてるんですかね。まあ、とりあえずは美味しいです。じゃあもし皆さんもザ・コーヒー見つけたら行ってみてください。はい、それではですね、部屋に戻ってまいりました。ではね、もうちょっと今からね、早いんですけども空港まで行こうかと思います。というのも空港ね、一応路線バスでも行くことができるみたいなんで、いつ来るか分かんないところがあるんですけども、ちょっと早めに出て、もうそれで行っちゃおうかと思います。では
今からチェックアウトします。ホテルは場所は間違いなくここが良かったんでおすすめですということで、プエルトリコ、ね、泊まれ来られる方がいればですね、カサブランカホテル、またマリオットユーザーの方であればトリビュートの方、あっちの港にある方も決して場所は悪くないんで、そっちもおすすめです。あとシェラトンとかマリオットとかであればね、実はカジノもあるみたいなんですよね。カジノ併設みたいなんで、本当だからカジノプレイとかもできるみたいなんで、まあもしそこら辺興味あるのであればそっちもおすすめです。これはセントマーチも一緒ですね。あそこもカジノあります。大きいホテルにありましたね。では行きましょう。はい、ということでプエルトリコから、ここからの景色が好きですね。めちゃめちゃね、ずっと眺めることができちゃいますね。ほら、チェックアウトプリーズ。I just need the room key. Okay. Do you need anything else, sir? Yep. Ah, no. Yep. That'll be all then. Yep. Have a good day. Good day. Muchas gracias. See you later. よし。じゃあ、バスで行きましょう。ということで、こんな感じだった。ちなみにプエルトリコは本当アジア人はいなかったですね。東アジア人、結構インド系のっぽい方いらっしゃったような気がするんですけども、東アジア系はね、中国、韓国、日本いなかったですね。多分一人も会ってないです。ということで、まあそれほどね、やっぱりこう離れた場所にあるんだなっていうのを、ね、思いますね。まあニューヨークとかたくさんね、東アジアの人いらっしゃいますからね。プエルトリコ穴場かもしれないです。これがバス、昨日使ったバスターミナルですね。ブステルミナルです。はい、ということでこれですね。アエロプルトって書いてます。ただバスね、あるんだけど全然人がいないんだな。いつも運転手がいない。ここで待っとけばいいのかな。あ、ほら、アエロプロト。あ、OK ですね。あ、OK、グラシアス。なぜかいらないっていう謎だよね。いや、プエルトリコな、な、最大謎です。バス運賃がいらないっていう。これ1時間ぐらい乗っとけば空港に連れてってくれるみたいです。ということで着きました。今回ジェットブルーではなくデルタなんで、もしかしたらちょっとみんな間違ったかもしれないですけど、歩いていきますね。よし、ということでいい感じに着いてくれました ね。あとはフライトは無事 JFK まで飛んでくれることを願うばかりなんですけど、でちょっとデルタのターミナル探しましょう。あっちっぽいな。よし、とりあえず中に入れるっぽい、ね、中で移動できるっぽい、ね、おお、涼しい。こっち、あ、いいね、こっちか行こう。ジェ
出てたんですよ、あっちに。はい、ということで私が乗るのはこうニューヨーク JFK 行きの1時10分発 の、 あのすぐ切り替わるな。待って、でもおセントマーチャルシルバー航空でなんかフラミンゴの、うわもう知らない航空会社もたくさんありますね、ここまで来ればね。というので、ね、結構ボゴダ行きとかね、そう南米もねわずかながらあるんですよね。ということでもう南米もそこまで来てるんですけどね、ちょっと次回ねここまで来るなら南米も手出したいですけどね。1877便ですね。では B の11ですね、はい、今回出発は、はい、行きましょう。ここの空港自体本当にもう大きいです。もう沖縄みたいな感じですね、アメリカの人にとって、ね、あ、ということでデルタありましたね。こちらでチェックインとなります。まだ3時間前になるだいぶ早く来ましたね、うん、まあでも空港でもゆっくりできると思います。空港もちょっと見てみたいです。でじゃあチェックインしましょう、はい、ということで、ね、あの荷物をねもうその機内持ち込む作戦で行こうと思ったんですけども、あの昨日スタバ買ったの忘れて、あのドリンクの液体のやつね、ということで預けないといけない、まあ、気づいてよかったよ、うん、チェックバック、これお金かからないよね。お金かかんのか。私一番さっき言った通り安いプランで行っちゃったんですよね。うわースタバ買ったおかげでこれ払うのか、もったいないね。あ、シートは決まってますね。空港で窓側の通路側の席になりましたね。よし、ということで仕方ない、 もったいないことしたな。マイル、よし、じゃあ払う10ドルのスタバのドリンクのために35ドル払うって、もうね、でも捨てるのもったいないしね。ああまあ払いましょう、まあ、座席は勝手に決められて、はい、ということで払いました。でマイルで今回も払いました、はい、よし、じゃあコンティニュー。おーすごい、フライトでボランティアを募集してるって。ああボーバーブッキングになりそうな感じなんですね、うん、でもちょっと今夜帰らないといけないんでこれで帰りたいんだよな。今回ちょっと面白そうなんですけれども、迷うな。ギフトカードがもらえてる、ね、ちょっと今夜帰れないとまずいんで、うわ迷うな、まあ、ちょっと今回やめとこう、うん、よし、ということでこちらになります。はい、ということでこちらが航空券になります。これで JFK に向かいます。ボランティア行っとけばよかったかな、うん、YouTuber 的には行っとくべきだったよなとは思うんだけど、まあいいやちょっとまた次回。はい、ということでこちらをね US インスペクション、まあこうね、あの荷物のチェックをしてから預けてくるということでした。なんかそういえばさっきありましたね。Your ID and your board number. Okay, but ID. How are you, my friend? Yeah, good. If you
your final destination? JFK. JFK. Yeah. Okay. That B no B 11. I see B 11. 11. Thank you. Okay. ありがとうございます。すごい。無事荷物を預けることができました。では今からもう制限エリア内に入りたいと思います。よし。はい、ということで無事あの荷物検査をなし、そこまで混んでおらずということで、ここもバカルディですね、やっぱりお土産買ってってねって感じです。こちらはねデルタのねあのラウンジもあるみたいですけど、私はもう何回も行ってるんであのしつこいですけども、あのそうデルタ MX ゴールド持ってるにもかかわらず、あの決済額足りずにね今シルバーメダリオンに降格中で、ね、これが今年私結構あれですね、後悔したことのベスト3に入るかもしれないですね、というのも結構今年スカイチーム使ったんで、やっぱり持っとくべきですね、スカイプライオリティはね。ということで、しかもカードの年会費も払ってるのに、ということで飛行機はあんまりない状態ですね、それでねあのこっちにはねプライオリティパスで、ね、入れるところがないと思ってたんですけれども、事前にそこら辺はしっかり調べたんですけども、どうやらねなんかこう A ターミナル B ターミナル C ターミナルとかあって、その ターミナルではゲートかな、そっちは越えれるようなので A の方に行けるので、多分もしかしたら行けるかもしれない。ちょっと探してみましょう、時間もありますので。なんかここ歩いてったら B から A に行けそうな気がするな。ということでここですねもう最初スルースしようと思う、ね、スルーしそうになりましたけど、そんなにも大きくないのかな、もうハロウィン全開モードだったですね、というか全く大きくないの。キルカがチェックイン。ハロー、やっ Thank you。ここもあるのかな。あ、よかった。こっちはまだある。じゃあ、しかも、よいしょ。ディスプレイオンリー。どういうことだろう。このドンキューってやつもよく見ましたけど、これもプエルトリコのお酒なのか。よし、ということで、まあ、ドリンク無料なのというわけでコーラいただきましょう。じゃあ、まあ、さすがに会はデルタなんでドリンクぐらいはね出してくれると思いますけど、今日ぐらいラウンジ使えてよかったです。そんなにも大きくないですけど、でも、ね、やっぱりプライオリティパス最強ですね。でちょっとパソコンするなりしつつ滞在しておきます。結構1時間ぐらい、ね、1時間ぐらい入れるな。マクドナルドはチキンビッグマック、美味しそうですね。ということで頼みました、昼ご飯。まあ小さいながらキッチンがしっかりありましてね、そうすごい。お昼ご飯、朝ごはんみたいな。お昼ご飯さすがに機内食は出ないんで、あの国内線、あと出国審、もちろん出国審査とかなかったないですね。ということで本当にもう国内線扱いです、アメリカ。
なんで飽きない食も出ないと思うんで、まあ、しっかり食べておきましょう。まあ、はい、というので、まあ、ラウンジ出てもう、ね、ゲートの前に向かおうと思いますけども、まあ、今回ちょっとあのバス代はね全く払ってなかったんで、これは多分プエルトリコ子供への寄付ということで、じゃあちょっとバス代を支払っておきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれで心置きなくプエルトリコを去ることができます。はい、ということでニューヨーク行きですね。まあ、安定のデルタ航空というので、まあね、あのアメリカ航空会社大手3社の中では一番、ね、評判がいい、そんなに、ね、大きな違いはないとは思う、ね、ないですけど、うん、まあ、でも一番人気ですね、はい、のデルタ航空でございます。はい、ということで始まりましたね、ボーディングが。私はちなみに1から8番まであるんですけど、だいぶあれですね。私はね、ちなみにね8番でございます。あのもう本当に私はあの LCC みたいなあの、ね、あの感じみたいですね、まあ、その分あれ ね少ないマイル数で乗れてますんで文句は言えないですけど、すごいね、あの、まあ、こういったのも面白いかもしれないですね、確かに。Also, we're going to have today a completely full flight, and we're looking for volunteers that want to take your carry-on back to your final destination. It's going to be completely free, so if you're interested, please consider the gate B9. Thank you. Este sería libre de coste y regreso destino final. Si estás interesado, por favor, pasa por aquí. Muchas gracias. Ah, ¿qué es eso? Zone 8 es algo así, como yo, con un poco de miles de categoría de personas. Hasta el final, bueno...あの番号、あの座席番号は分かんないっていう条件だったので、名前座席番号は表示されてるんですね。だからこのまま乗れるはずです。はい、ということで来ましたね、最後。今回は通路側だったんで最後でよかったんですけど、窓側だったちょっとこのナンバーアンベーシック料金っていうのはちょっと避けたいところです。ファスト、フリーワイド、でもこのファーストクラスはいいですね。個室感がアップしてます。ということに着きましたね。これでも新しいですね。デルタってめちゃめちゃ古い国内線が使っているイメージです。Ladies and gentlemen, we're on schedule for an on-time departure today with the few minutes remaining. The last few passengers are getting on board.はい、それでは動き始めました。ホームテーブルです。満席ですね。まあ、果たして今回はボランティアには、ね、あの参加しませんでしたけども、それで、ね、次の便だった人、どれぐらいいるのか気になりますね。やっぱりやっとけばよかったかな。次の便ぐらいだと多分ね、問題なかったんですよ、正直言えば。スタンバイも結構多かったですし。グラムラインでしょうね。まあ、デルタ航空のバウチャーなんて200ドルぐらいも少なくて欲しいですよ。まあ、でも今回で
Coffee with milk, please. Okay. Also, I give you black coffee like them. Okay. Yeah. One or two? Okay, I think two, please. Okay, enough. Thank you. We have snack mix, cinnamon cookies, and granola bar. Cinnamon cookies. Anything else? Para que pruebe esto nuevo. Okay. ¿Y para usted? Yes, same. Yes. Gracias. Para mí con el café. And for you? Yes, same. Same? Yeah. Same? Appreciate. Yeah, absolutely. Thank you. Okay, you're welcome. もうこれだけあるだけでやっぱりデルタ乗ってよかったって思いますね。ということでやっぱこういったのも楽しみがあった方がいいですね、少しでもね。だいたい帰りは4時間がフライトです。こっちの方がちょっと時間かかるって感じですかね。3時間ぐらいのフライトということで、まったり過ごしております。Wi-Fi が使えるんでね、デルタ会員であれば、そこがいいですね。ということで、やっぱりデルタ航空快適です。LCC、行きのフロンティア航空と、比べるもんではないですけど、ということで、じゃあトイレ済ましてまた座席戻りたいと思います。There are sincere pleasure, sir. You fly tennis pleasure from cabin.寒い。とりあえずジャケット前に来て、ちょっと待って、みんな寒くないのか。アメリカの木だよ、ここも寒い。半袖でいるのいる人もいるけど信じられない。 For any personal items that you may have brought aboard, thank you about ground very shortly in New York. では、では到着です。Welcome to New York, where the local time here is 4:40. Please stay seated with your seatbelt securely fastened and all carry items stowed until the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you for choosing Delta Airlines, and we look forward to seeing you again real soon. Thank you. Okay. I haven't done it yet. はい、ということで、チョンエフケネディ国際空港に到着でございます。なんかこっちはやっぱり涼しい感じがしますね。プエルトリコに比べると、ただ機内よりはだいぶマシだね。もう機内はマシ、本当に、ね、震えるぐらい寒かった。よし、でもニューヨークは面白いですね。本当にもういろんなところに飛ぶフライト、ミュンヘンとかね、サンパウロとか、もう本当全世界に飛べるじゃないかなぐらいの、ね、フライトがたくさんあります、ね、荷物取りに行くところまでめちゃめちゃ遠い。ということで、無事ですね、荷物も受け取りまして、今回のプエルトリコ旅行がですね終わりました。ということで、全然ね、もう勢いで航空券買って
もう行くまでなんか調べてなんとかですね旅行しましたけど、やっぱそれでもねなんとか楽しむことができましたというので、まあ、プエルトリコね名前は聞いたことあるけど、そうね、やっぱり行ったことがないっていう方がほとんどだと思うんで、まあぜひね皆さんもよかったらねニューヨークからね経由すれば1回でね乗り継ぎで行くこともできますので、ぜひぜひ皆さんも行ってみてはどうでしょうか。なかなかねいいところだったと思います。またカリブ海の島もまとめて、うん、そうだね、カリブ海の島もちょこちょこ攻めていきたいですね。ということで、まあ、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。次は今夜、まあ今ですね時間がはい5時半とかなんですが、ちょっと時間が経って深夜便で JAL の350-1000のビジネスクラスで羽田空港に向かいますので、まあ、今回の実はまあこのニューヨークの旅行っていうのもそれが取れたんでちょっと行くと決めたので、はい、それがメインでございますので、ということで非常に楽しみでございます。まあ、こんな感じで、ね、今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、はい、はい。